さてどう攻めましょうか。そうね、こんな感じはどうかしら。クッシュ会長、今日はなんだか冷えますね。ちょ、今日はなんだか。俺の上着でよかったら使ってくれ。温かいお茶も用意してきたんだ。これだわ。会長もどうぞ。何してる。ちょ、どれが秋の四辺形なんですか。はい、とっても。じゃあもっとこっちに来い。いいか、親指の先と人差し指の先をつないだ一直線。わかったか。いや、月明かりでちょっとよく。だったらこっちはどうだ。知ってるか、時間軸のズレ、再三運動の影響で北極観念とっても結局男は女に振り回される運命にあるってことかな。面白い話だろう。もうやめてって言ってるでしょ。恥ずかしいの。え、花火大会の時といい、よくそんなこと真顔で言えますね。ああ、俺はなんて恥ずかしいこと。藤原先輩の巨乳が邪魔って話をした時、僕を引っ叩いたやつ。こんな感じ。成長してますか、これ。